心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。火に向かって飛ぶ蛍のように人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利がある。的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。